スナップショットログを用いた自動 E2 テストの導入というタイトルで中里、小屋の浜岡の3名で発表します。よろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介させてください。私たちは株式会社リクルートでホットペッパービューティーの開発チームに所属しています。中里はホットペッパービューティー開発グループのマネージャーで、FAGIPA が好きです。 小屋野はホットペッパービューティーのモバイル向け API の開発チームリーダーでクラフトビールとコトリンが好きですそして浜岡はモバイル向け API の開発チームメンバーで山や海などの自然が好きです本日の発表を担当しております改めてよろしくお願いいたしますこちらが本日お話しする内容です初めににホッットペッパーービューティーにおける E2 ーーーテスト自動化の取り組みと本セッションでご紹介するスナップショットログを用いた自動 E2 ーーーテストについてお話しします次にスナップショットロギングテストの実装方法とその運用方法についてご説明し最後にホットペッパービューティーにおける自動 E2 ーーーテストの導入効果をお話ししたいと思いますでは最初にホットペッパービューティーにおけるテストの導入効果をお話ししたいと思いますでは最初に ホットペッパービューティーにおける e2 テスト自動化の取り組みについてご説明しますまず簡単に e2 テスト自動化に取り組んだサービスとシステムについてご説明させてくださいホットペッパービューティーはヘアサロンリラクゼーションやビューティーのサロンを検索予約ができる国内最大級のサービスです2022年の5月時点で年間約1億4500万回の予約が行われております サービス展開は Web とアプリでしていますが、今回はアプリ向けの API についてのお話です。モバイルアプリ用の API は BFF とバックエンドの二段構成で、BFF がネイティブアプリからのリクエストを受け、バックエンドを呼び出しております。バックエンドがデータベースや検索エンジンなどの多システムと通信しております。使用しているフレームワークは、 BFF が s p r i n g w ーブフ f l u x バックエンドが SpringMVC です。また、ネイティブアプリは iOS と Android で提供しています。余談ですが、BFF とバックエンドをなぜ分割しているのか、それぞれの責務は何なのかなどの詳細については、2019年の j j ャ g で弊社のエンジニア、なわてが発表しているので、興味のある方はリンクからぜひご覧になってください。 システム構成でお伝えした中で本日お話の対象となるのは BFF とバックエンドの二段構成となっている API サーバーのお話です。これよりアプリ用 API が抱えていた課題についてご説明したいのでまずチームにおける手動テストの運用についてお話し,します。ライブラリーアップデートや大規模リファクタリングは影響範囲が広いため皆様のチームでもされているとは思いますが アプリ用 API でもすべての機能を手動でテストするルールとしていました。ただ、手動で全機能をテストするのは当然大きな工数がかかるため、頻繁に大規模回収を行うことはできていませんでした。ネイティブアプリは、アプリ開発に関わっている方ならご存知かと思いますが、 iOS や Android は新しい OS の機能が WWDC や Google I.O. などの大規模カンファレンスで年に一度発表されるのが通例となっています。一位ユーザーや開発者としては非常にワクワクするのですが、自分たちのサービスへの適用も考えると対応しなければならないことも多々あります。Hotpepper Beauty でも IDE のバージョンアップデートなどの周辺環境の見直しもまとめて、 iOS と Android それぞれで年に1年に1度実施しております。この際の影響は非常に広範囲かつ予想が難しいものになっているためアプリの全機能を手動でテストしリグレッションがないかを確認しております。そのためアプリ用 API は iOS と Android の新 OS 向けの対応と同じタイミングでライブラリーアップデートや大規模リファクタリングを実施して 一緒にテストをすることでテスト工数を節約していましたただこのアプリと API で全機能テストのタイミングを合わせるという運用には課題がありました一つ目が iOS と Android で年2回しかテスト実施のチャンスがなく別途テスト実施するとしても大きな工数がかかるということ二つ目に 新 OS 対応では予期せる問題が発生するため、アプリと API でスケジュールを調整する必要があるということ。最後に、同時にアプリと API を回収しているので、バグ検出時にどちらに原因があるのか特定しづらいという3つの課題がありました。特に1つ目の、チームの運用上、年2回しか E2E テスト実施のチャンスがないという点が API が ラライブラリのアプリ用 API としては大規模リリースを避けるために頻度高くアップデートしたいのですが利用業界のインフラとして品質を保つためテストは必須ですしかし現行の全機能の手動テストはとても時間がかかります これらの前提から先ほどご説明したアプリの新 OS 対応と API のテストタイミングを合わせるというテスト運用としていますが、年2回しかアップデートのチャンスがなく、アプリ用 API を頻繁にアップデートを行うことはできません。このアプリ用 API の課題を解決する方法として、テストコースを削減する自動テスト自動化を検討しました。 テスト工数が削減できれば、テスト時間を減らすことができるため、年2回以上アップデートができるようになり、大規模リリースを避けることができます。そして、テスト自動化の具体手法として4つ検討しました。はじめに JUnit でユニットテストを担保する方法ですが、アプリ用 API ではユニットテストは実装済みです。しかし、ユニットテストだけだと E2、e、テストの観点が足りず不十分です。 次に、インテグレーションテストを実装する方法です。ホットペッパービューティーはシステム規模が大きく、手動 E2E テストのテストケース数が4000以上あることから、インテグレーションテストを新規で実装、メンテナンスしていくのは大変です。次に、アプリの自動テストツールを検討しましたが、インテグレーションテストのデメリットに加え、ブレーキーになりやすいという欠点が加わります。 そこで4つ目のスナップショットロギングテストを使って完全自動化ではなくテストが必要な箇所を絞り込むということを絞り込むという方法を採用しましたこの方法であれば自動テストを新規で実装メンテナンスする必要はなく E2、e、テストの観点を補うことができます今回採用した手法の全体をまとめます 今回採用したスナップショットロギングテストはテスト対象がアプリ用 API であるためアプリの新 OS 対応で手動テストが必要という点は変更はなく継続して全機能の手動テストを実施しますテスト対象が API に限定される API 単独のライブラリーアップデートや大規模リファクタリングが自動化の対象です テストの自動化として、新 OS 対応テストで発生した API のスナップショットログをすべて保存し、後でこれを再生、検証することで、テストの大部,分大部分を自動化するという手法をとっています。このスナップショットロギングテストによる E2 テストの自動化によって、アプリ用 API をアプリと独立して頻繁なアップデートを安全に実施することを目指しました。 今回採用したスナップショットロギングテストの概要です。まず、アプリの新 OS 対応などで手動 QA を実行する際に、アプリと BFF が通信している箇所と、バックエンドとデータベースなどの他システムが通信している箇所のログをスナップショットログとして保存します。自動移移テスト実行時は、その保存したスナップショットログを用いて、テスト実行クライアントで手動 QA 実行時のリクエストを再現し、 API サーバーにリクエストします。そしてバックエンドが他システムと通信している箇所をスナップショットログでモックし、API がテスト実行クライアントにレスポンスを返します。そしてテスト実行クライアントでスナップショットログとレスポンスを比較して機能を検証するということが今回採用したスナップショットロギングテストの概要です。ではこれより、 ススナッップショトトロギングテストの実装方法についいてて説明していきま,すまずは、手動 QA 実行時にスナップショットログを取得する方法についてお話しします。先ほどの図の上側にあるアプリの新 OS 対応で手動 QA を実行する際にスナップショットログを取得する方法についてです。 スナップショットログを収集するのは2箇所で、アプリと BFF が通信する箇所と、バックエンドと他システムが通信する箇所です。アプリと BFF が通信しているログでは、リクエストを復元する際に必要なエンドポイントや HTTP メソッド、パラメータ類とレスポンスデータを保存しています。バックエンドと他システムが通信しているログでは、外部に通信している処理をモックするために、 その処理のクラス名とメソッド名をログに出力しています。また、バックエンド内で外部に通信している統一のメソッドを複数回呼び出す場合があるため、1リ,リクエストにおける外部システムのコール回数を出力することで、処理を識別できるようにしています。そして、他システムからの返却データを保存しています。 両方のログにあるトレース i d と時刻については後ほど詳細をお伝えします。先にそれぞれのログを収集するための実装をご紹介します。アプリと BFF が通信しているスナップショットログは、HTTP リクエストとレスポンス情報を BFF で取得したいため、SpringWebFlux の Web フィルターを使用しています。 実装方法として Web フィルタークラスを実装したスナップショットロギングフィルタークラスのオーバーライドしたフィルターメソッドにてリクエストとレスポンスの情報を取得して加工しスナップショットログとして出力していますログの出力処理の詳細は割愛しています次にバックエンドと他システムが通信しているスナップショットログは ロギング処理を横断的関心ごととして処理をまとめるために AspectJ を使用しています。そしてデータベースや検索エンジン、外部 API などと通信している処理にロギング処理を差し込んでいます。ちなみにですが SpringAOP を使用しなかった理由としては SpringAOP の方式だと一部の他システムと通信している処理にロギング処理を入れることができなかったためです。 サンプルコードはデータベースのスナップショットログを出力するためのコードです。クラスにアスペクトとコンポーネントのアノテーションをつけ、アスペクトの処理にアラウンドアノテーションをつけ、ロギング処理を差し込みたい箇所。今回だとデータベースと通信している処理をポイントカット式で指定しています。 ログを取得するときは、実際の処理には影響を出したくないので、プロシーディング・ジョインポイントからそのまま値を戻しています。そして、ファイナリー区でプロシーディング・ジョインポイントを使って、クラス名などの値を取得して加工し、ログに出力しています。では次に、同一リクエスト内の一連のログを紐付ける方法についてご説明します。 そのために先ほど挙げたトレース i d を用います。まずトレース i d が何かをご説明します。トレース i d は分散トレーシングで用いられる ID で、一連の呼び出しに割り当てられるものです。また類似しているものとしてスパン i d があり、これは作業単位に割り当てられる ID です。これらはワールドワイ ドウェブコンソーシアムなどでも同様の仕様が定義されています図を見ていただくとクライアントから他システムまでの一連の呼び出しには同様のトレース ID が付与されておりスパン ID は呼び出しのたびに新しい ID が付与されています一連の呼び出しではトレース ID は同一であるためこれを用いてログを紐付けます ホットペッパービューティーのアプリ用 API では、この分散トレーシングをする機構として Spring Cloud s l e a t e を利用しています。Spring Cloud は分散環境でクラウドネイティブなアプリケーションを開発するためのフレームワーク及びツール群で Spring Cloud s l e a t e はその中で分散トレーシングの機能を提供しています。ログへの出力方法としてサンプルコードの通りログバックスプ Spring の設定で MDC からトレース i d を出力しています。他にも Brave のトレーサーを使って AOP の処理の中でトレース i d を取得する方法もありましたが、取得する上では MDC の設定で問題がないため処理簡略の、処理簡略化のためにこの実装方法としています。最後にログ出力している時刻についてです。では コンテキスト情報として時刻を使用しているため、スナップショットログ取得時の時刻をログに保存しています。なぜコンテキスト情報を俯瞰する必要があるのかをご説明します。Web アプリケーションを関数として捉えた場合、その応答は入力内容、外部システムの挙動、コンテキスト情報の3つで決定され、テスト観点からシステムの適当等性を担保したいため、 Web アプリケーションの応答に関わる情報は全て保存しておきたいです。1つ目の入力内容というのはユーザー操作などによる HTTP リクエストの内容で、2つ目の外部システムの挙動というのはデータベースなどから取得できる情報です。入力内容と外部システムの挙動にあたる情報は、これまでにご説明したアプリと BFF 間のログと バックエンドと他システム間のログとして保存済みです。3つ目のコンテキスト情報というのは、サーバーの OS、起動時の引数、時刻などの入出力ではないがウェブアプリケーションの応答に影響する情報です。ホットペッパービューティーでは、サロン検索時の来店希望日時が過去の日時ではないかなど、システム現在時刻を判定に使用している処理があります。 そのため時刻情報をログに保存しています他のコンテキスト情報はスナップショットログ収集時とテスト実行時を同じにできるためログには保存していません以上がログ取得の実装でした次にこれまでご説明したスナップショットログを用いて自動移移移テストを実行する方法についてご紹介します まずは図の左下にあるテスト実行クライアントの説明ですテスト実行クライアントはログを読み込みテスト対象の API サーバーにリクエストを実行しレスポンスを検証しますそしてテスト結果をエンドポイントごとに結果レポートを出力するということを行っていますテスト実行クライアントの詳細です実際のコードとは異なりますが 概念的にはサンプル行動のイメージです。まず処理の始めに、スタンプショットログを読み込みます。次に、後ほど運用の章で詳細を説明しますが、エンドポイントやテストケースをスキップしたい場合があるので、その判定を行います。スキップをしない場合は、ヘッダーにトレース i d な,などを設定し、API サーバーにリクエストをします。 そして、レスポンスデータとスナップショットログにあるデータを比較し、その結果をエンドポイントごとにレポートとしてまとめるということをテスト実行クライアントで行っています。次に、テスト実行クライアントから来た TraceID の載っているリクエストに対して、バックエンドがスナップショットログを使い、他システムのデータをどのようにモックしているのかをご説明します。 こちらの説明でスナップショットロギングテストの実装についての説明は最後です。他システムの Mock はバックエンドの起動時にスナップショットログを読み込み、トレース i d とメソッド名と外部システムのコール回数をキーとしたマップを作成します。そして Mock の処理はログ取得時と同様に AspectJ を 用いいててて横断的な処理としし実装していますログストック時はプロシーディングジョインポイントの値を返していたのですが、Mock 時は実際の値ではなくスナップショットログのデータを返却したいため、先ほど作成したマップからデータを取り出し、それをレスポンスデータとして返却しています。Mock データをハッシュマップで持つとメモリ圧迫することが懸念点ではあるのですが、 現状保存しているスナップショットログの量ではメモリの使用率には問題がな,く問題がないためマップを作成する方法で実装しています。また時刻も同様起動時にマップを作成し時刻取得のタイミングでアスペクト J を使ってモックしていますサンプルコードと類似したコード,となるコードであるため時刻のサンプルコードは割愛しています。 また、自動移移テストの実行頻度や実行経験については次の運用方法の章でご説明します。こちらで、スナップショットロギングテストの実装説明は以上です。では次に、スナップショットロギングテストの運用方法についてご説明します。まず、API の機能切り替えの方法についてです。 先ほどの章でもご説明した通り API はログを集める機構とログをモックする機構がありますしかしこれらの機構がどの環境でも動いていると常に API がログを出力したりモックすることになるためコンフィグファイルの設定で環境によってログ,しログ取得モードやモックモードを切り替えられるようにしています次にテストケースの管理方法です 収集したスナップショットログは AWS の S3 に保存しテスト実行クライアントが読み込んで自動移、e、追テストを実行しているのですが生ログのままだと具体的にエンドポイントごとのテストケース数やテストケースの詳細を把握することが非常に難しいですそのため S3 にあるスナップショットログをビッグクエリで読み込み SQL で集計してまとめたものを Google スプレッドシートに出力しています ログを集計してスプレッドシートにまとめることで、エンドポイントごとのテストケース数や、各エンドポイントでどのようなテストケースがあるのかを把握できるようになります。スタイリスト一覧取得 API を例に挙げると、スプレッドシートにまとめることで、テストケース数が30ケースあり、詳細には ID の違いや、クエリパラメータの違いなどを把握できるようになっています。 またテストケースの詳細を把握できることから、同一エンダーポイントで同一パラメーターなど重複しているテストケースを削除することができています。次に自動移移移テストの実行環境についてです。テスト環境は AWS 上に構築しており、S3 にあるスナップショットログを配置して自動移移移テストを実行しています。 テスト環境を AWS 上に構築することによって CI-CD に組み込むことが可能となっています。また、テストの実行環境、実行時間は4000テストケースを1回あたり約 10, 10約10分で完了できる速さとなっています。次に自動移移テストの実行タイミングについてです。アプリ用 APA の大規模アップデート時、 E2 テストの方法として毎回自動 E2 テストを実行するようになりました。ただ先ほどのページでご紹介した通り、イり E2 テストの実行時間は4000テストケースで約10分と短いため今は CI 上でも動かしています。自動 E2 テストのテストサイズの大きさからディベロップや機能開発用のブランチではなくリリースブランチが作られたタイミングや バグ修正なのでリリースブランチに変更が加わったタイミングで実施しています。このように定期リリースの CI に自動 E2 テストを組み込むことで、機能の回収によってフェイルするようになるテストケースの推移を確認することができます。自動 E2 テストを実施した結果は、テスト実行クライアントから Slack と GitHub に連携するようにしています。 スラックでテスト結果の概要をすぐに確認でき、意図せぬエラーが出ていないか、すべてのテストが通っているのかなどを迅速に確認できるようにしています。詳細な結果は GitHub で見ることができます。結果レポートの概要では、エンドポイントごとに成功数や失敗数、イグノア数などを確認でき、API 名のリンクから詳細を確認できます。 フェイルしたテストケースは、トレース ID のリンクからさらにエラーログを確認できるようにしており、テストがフェイルした場合の分析をスムーズに行えるようにしています。次にテストケースをイグノアする方法についてご説明します。スナップショットログのテスト実行クライアントで簡単にご説明したスキップしたいエンドポイントやテストケースに対応する方法です。API のインターフェースの変更などにより、 自動移通テストが必ずフェイルするようになる場合が存在しますその場合の実行。その場合の管理のために、ログを集計して作成したスプレッドシートにイグノアフラグを追加しています。テスト実行クライアントは、自動移通テストの実行値にエンドポイントごとにイグノアフラグの設定を参照し、レグレ以外の理由で自動移通テストがフェイルするエンドポイントを をイグノアできるようにしています。イグノアフラグをすべてホルスに変え、すべてのテストケースを有効化するタイミングはアプリの新 OS 対応で手動移通テストを実施するときです。指導移通テストの再実施によって、機能の新規追加や回収がされてフェイルしていたエンドポイントやテストケースのスナップショットログを取り直すことができ、すべてのテストケースを 自動位追いテストで実行できるようになるためすべてのイグノアフラグをホルスにしていますただイグノアフラグの設定に関して常に人力で回収内容から無効になるエンドポイントを判断してイグノアフラグを設定する運用であるとかなり大変であり漏れが出る場合もあります そのためテスト実行クライアントがイグノアを判断できる仕組みも導入しています。例えば、アプリ用 API では API の IF 定義に OpenAPI の JSON を使用しているので、スナップショットログ取得時と E2 テスト対象の API の JSON を OpenAPI ツールズの OpenAPIDiff で比較し、インターフェースの変化を検知することで、どのエンドポイントのテストケースをイグノアするか。 を判断していますしかしインターフェースのけん変化を検知するだけでは仕様が変わるテストケースを全て把握できるわけではない点にご注意ください内部ロジックが変わる場合やデータの並び順が変わりテストがフェイルする場合などもあるためそのような場合は手動で把握し更新する作業が必要です新しく仕様が変わるケースを把握した,い把握した場合はその把握及び 更新を自動化する余地がないかを探り継続的に改善していくことが大切です。運用の最後はテスト,コテストカバレッジ率についてです。全機能の主導テストではあるのですが API のカバレッジ率やテストケースをイグノアすることによるカバレッジ率の変化は見ておきたいです。その方法として自動移追テスト実行時に API に着工エージェントを連携することで ランタイムでテストカバレッジを取得しています。その結果はソナーキューブにレポートで連携しています。それによって先ほどお話した E2 テストのカバレッジ率やイグノアするテストケースの増加によるカバレッジ率の推移を把握することが可能となっています。将来的にはこちらのカバレッジ率から全く通らない処理があると分かった場合、その原因としては E2 テストの いいいテストケースの漏れか、あるいは使用的に発生しない処理である可能性が高いです。なので、E2 テストのケースを追加したり、該当処理が使われないのであれば、リファクタリングで削除するという対象をするといった、カバレッジ率の使い方もでき,るのできるのではないかと考えております。以上がスナップショットロギングテストの運用方法でした。 最後にスナップショットロギングテストを導入したことによる効果についてです。ホットペッパービューティーのアプリ用 API では、大規模回収を高頻度に実施するため、テストコースを削減する方法としてスナップショットロギングテストを導入しました。その狙いであるテストコース削減に対する効果をご紹介します。アプリ用 API の大規模アップデート時、 手動 E2 テストのテスト実施にかかる日数は、12営業日だったところが、自動 E2 テストの導入によって2.4営業日となり、約5分の1に減らすことができました。このテスト工数削減によって E2 テストの回数を増やすことができるため、大規模アップデートの頻度をアプリの新 OS 対応時の年2回から6回に増やすことができる見込みとなっています。 次になぜテスト構数を5分の1に減らすことができているかについて自動テストが代替しているテストケースの割合についてご説明します手動テストを実施しスナップショットログを集めた直後は全てのテストを自動実行できるため割合は100%ですただ機能の追加や回収によって2ヶ月後には約20%のテストが 自動移転テストでフェイルするようになりました。このフェイルする20%のテストケースは手動テストが必要となります。しかし、残りの80%のテストケースは自動移転テストで実施することが可能となるため、手動テストのコース手動のテスト工数を5分の1に減らすことができるようになりました。 最後に手動テストで代替できるテストケース数の推移イメージをお話しし本セッションの締めとさせていただきますアプリの新 OS 対応で全機能の手動テストを実施しスナップショットログを取得した直後はすべてのテストケースを自動でテストすることができますしかし機能の追加や回収によって成功するテストケースは時間とともに減少していきます 先ほどご紹介したホットペッパービューティーの例だと2か月で約20%のテストケースを手動でテストする必要がありましたそして再びアプリの新 OS 対応で全機能手動テストを実施したタイミングでスナップショットログを取り直すことができ再び全てのテストケースを自動でテストすることができますそして時間とともに 機能の追加や回収で自動テストできる係数は再び減少するというサイクルを繰り返すイメージとなっています。こちらが本セッションのまとめです。ホットペッパービューティーではテストコ数を肥大化させずに頻度高く大規模アップデートするためにスナップショットログを用いた自動移移テストを実装しました。結果、テストコ数を5分の1に削減することができ大規模アップデート頻 大規模アップデートの頻度を3倍に増やせる見込みとなっております本セッションをご覧になった方で大規模システムを運用していて多くのテストケースを運用管理されている方は本セッションを参考にスタンプショットログを用いたテストを試していただけると嬉しいです最後に採用のお知らせです株式会社リクルードではエンジニアを募集しています 本セッションで弊社に興味を持っていただいた方は、ぜひこちらの QR コードから採用ページをご覧になってください。以上で発表を終わります。ありがとうございました。